ここに来る前、一騎団だった祖父から渡されたんです。多分新大陸から持ち帰ったんだと思います。分かってます。新大陸のものは持ち出し禁止。それでも祖父は遠い遠いあの月から持ってきたと祖父は昔言っていました。もう二度と行けない思い出の地だと。新大陸から戻った祖父はこの石をずっと調べていました。いつもは陽気な人でしたが、石のこととなると真剣で、結局何もわからなかったようですが、どんな気持ちで持ち帰ったんだろう。なぜ私に。見つけてこいということなのかな。40年前にはできなかったことも誰かに託され、引き継がれ、いつかはなされるはずです。その繰り返しが私たちをここに連れてきました。この答えだってきっとあります。だから大自然の中でまだまだあがかないと。それにしてもイベルカーナはどうして流血症の地に来たのでしょう。
残している。
亀裂が。あなたはいつも先に行く。今も昔もこうして課題を残すのね。これは一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。まず、体はもう大丈夫なのか？君の力により、イベルカーナを退けることができた。これは、君にしかできなかったと断言できる。本当によくやってくれた。さて、当のイベルカーナは、イズコへと去ったわけだ。これについて説明を。はい。五騎団推薦組としばらくの攻防の後、リベルカーナは外角の形状を急激に変容。その後、渡りの地方面へと飛び去りました。変容の理由、そして何を目的に流血症の地を訪れたのかも不明です。それと私個人の印象ではありますが、イベルカーナは撤退したのではなく、目的があり、あくまで一時的に流血症の地を訪れただけだったのではないかと。極寒の地に住まうはずのコリュウが、一時でも血脈たぎる流血症の地を訪れたのは、もしかして外角の急激な変容と関連があるのでしょうか。いずれにしろ調査が必要になろう。もう一つ、変容したイベルカーナですが、とてつもない力の増加を感じました。このままではセリエナが。よし、調査班は急ぎ渡りの地に戻り、イベルカーナの所在を明らかにしてくれ。物資技術班は万が一に備え防衛の準備だ。兵器はことを焦るな。一歩ずつ準備しろ。その一つ一つが必ずや身になることを忘れるな。以上、解散。イベルカーナを探し出さないと。探索で渡りのいて地に行ってみましょう。